C5 エアクロス SUV はシトロエンが生産、販売するクロスオーバー SUV である。2017年、上海モーターショーで初披露され、同年末に中国での販売が開始された。その後2019年2月にヨーロッパで販売開始され、同年5月より日本でも販売が開始された。全長は、プジョー3 0 8とプジョー5 0 8の中間であり、 後部座席三列独立の5人乗りである。同社ではシュトロエンが WRC で培った技術を活かして開発された PHC が搭載され、乗り心地の向上に役立っている。パワートレインは日本においては、177PS、400ナメートルの直列4機等2.0リッターディーゼルターボに発足、AT を組み合わせたシャインブルーディーと2020年4月9日に、 追加設定された 180PS-250 の直列4気筒1.6リッターターボユニットに発足 AT を組み合わせたガソリンモデルの社員の2種類の展開となっている。また、全モデルに WD のみであるもののグリップコントロールを採用し、ノーマルモード、接動走行向けのスノーモード、ぬかるみ向けのマッドモード、砂地向けのサンドモード、A 素止を切ることができる。 オフモードが用意されている。さらに安全装備面においては、ハイウェイドライブアシスト、アクティブセーフティブレーキ、アクティブクルーズコントロール、インテリジェントハイビームなどを標準装備している。値段は、社員は409万円から、社員ブルーデーは4319000円からで、ある。上海モーターショー2017、シトル NC5 エアクロス、自動運転見据えたシーセグ SUV。 レスポンス。2019年10月8日閲覧。それは、魔法の絨毯のような乗り心地 SUV に、コンフォートという価値を提案するシトロンシーゴエアクロス。SUV 発売、不条シトロエンジャポン株式会社。 http://press.stroen.jp://pdf:/20190528stroen-c5 <ッ>トトエ,エアクロス -suv pdf2019 年10月8日閲覧。シトロエン -c5 エアクロス新型市場。phc は、ハイドロの後継と呼べるのか、中村隆人。レスポンス。2019年10月8日閲覧。phc。 プログレッシブハイドローリッククッションマジックカーペットライドを実現する伝説のハイドロニューマチックの現代的解釈グループ PSA ジャパンニュースルーム。2021年7月30日閲覧シトロ NC5 エアクロス SUV のガソリンターボモデル登場ウェブクグ、2020年4月12日閲覧個性も乗り心地もピカイチ シトロエンの SUV が超ユニークだ。シトロエン C5 エアクロス SUV 試乗機。GQ ジャパン。2019年10月8日閲覧。シトロエン、新世代のハイドロで、魔法の絨毯のような乗り心地。新型 SUV。C5 エアクロス SUV。カーウォッチ、株式会社インプレス。2019年10月8日閲覧。ありがとうございます。